皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は提督の決断オーバーブギと、棒の岬沖海戦ヤマト特攻リベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回は小笠原でね、高速従順艦隊が大活躍してくれて、アメリカ軍の太平洋艦隊、正規空母を含む3個艦隊をね、壊滅に追い込むという大戦果を挙げてくれました。で、その後なんですけども、まあ、絶対防衛ラインとして、その小笠原、そしてレイテ、シンガポール。このね、3つの拠点に艦隊を配備して、防衛しつつ戦力を再編、整えるということを行ってきたわけなんですけども、今回はですね、ジャワ沖、ここにアメリカ、イギリス連合艦隊が4つ入っています。これを壊滅させて、防衛ラインをね、少し上げていこうというふうに思っています。インド洋で、まず敵のね、イギリス軍の侵攻を防ぎつつ、アメリカ軍に対しては、ここ、パラオと小笠原に艦隊を集結させて、ここで防衛ラインを作ろうというふうに思っています。防衛ラインがね、まあ、狭ければ狭いほどいいというか、拠点が少なければ少ないほど、そこで運用する艦隊が少なく済んで、その間に再編ができますので、なんとしても、今回はね、パラオ沖を攻略したいというふうに思っています。ただこのパラオ沖はね、むちゃくちゃ艦隊入ってるんですよ。まあ、ご覧の通り、アメリカ、イギリス連合軍が全部で8個艦隊占めているというね、恐るべき戦力を誇るパラオ沖なので、まずはパラオに集中するために、ここジャワを取ってしまおうという作戦になります。じゃあこのジャワ沖に出撃する艦隊なんですが、まずは第一艦隊。ここは正規空母天城巡洋。これはですね、基地型空母に改装したものです。それぞれ100機前後の航空機を搭載しています。どうしてもアルミの資源がね、整わないということで、まあ、200機用意するのが限界でした。で、続いて第4艦隊。ここがですね、高速従順とあと重武装従順を混合させています。これが、40ノットで航行できる高速艦隊になります。特に重武装従順はね、武装強化してあるので、まあ、高速従順に比べて2ノット。高速従順が42ノットに対して、重武装従順が40ット。40ットになっちゃったね。40ノットなので、まあ、少しね、気持ち速度は劣るんですが、その分火力を増しているというもの。そして第16艦隊が潜水艦隊になっています。では、早速艦隊をジャワ沖へと出撃させていきましょう。ここをいかに、損害を少なく取るかというのがね、すごく重要になっていきますからね。で、一方、艦隊の方なんですが、今作っている戦艦系が、未配備艦をちょっとどっかで見れたと思うので見ましょう。どこで見るんだっけな。未配備艦。建造中のものがいくつかあるはずなので、それをちょっと皆さんに見ていただきたいなと思ったんですが、ちょっと見れないかな。どっかでね、見れたと思うんですけど、ちょっと見れないですね。今、ご紹介したかったのが、ちょっと建造画面でじゃあご覧いただきますね。この超ヤマト型戦艦を2隻今作ってます。同型艦数2隻ってここに出てると思うんですけど、これ23周という鬼のような建造期間がかかるので、まだ建造中です。これを、超ヤマトと超武蔵。超ヤマト型の1番艦として超ヤマト、2番艦として、超武蔵の2隻を今建造中です。これがね、完成したら帝国海軍の機関として運用していきたいと思います。まだね、時間はかかると思います。では、ジャワ沖に出撃させていきましょう。空母に艦載している航空機なんですが、一応ね、超長距離爆撃機械を、まあ、74機。これ攻撃機用ですね。護衛機の数がね、ちょっと数が少ないのかなという感じがします。未配備数が増えてるね。少し乗せ替えというか増やしましょう。で、巡洋の方は逆に、爆撃機の数は少なめで、攻撃機の数を増やしています。こんな感じですね。
では、これで進めていきましょう。敵の、まあ、艦隊の数は分かっているので、まずはアメリカ軍の第一艦隊。ほぼ中波大破してるね。ベニントンは何これ？まだ使えるね。結局、甲板が生きてる空母は使えちゃうからね。サンジャンシント。ここも甲板中波止まりですね。早々に撃破したい。で、イギリス軍の方ですが、ここは小型艦ですね。となると、できれば潜水艦は温存したいな。イギリス軍のこちらの艦隊も同様ですね。はい。では、これで、潜水艦はできれば温存しましょう。どうする？夜明けとともに出撃して確実に敵を葬り去りましょう。まずは、空母から攻撃を早速発艦させていきます。確実に仕留める。さらに、敵の詳細な位置を探りたいので、早めに。策定機器、偵察機も出しましょう。で、今お話したように、一旦、潜水艦に関しては、現地域に待機。させます。では、時間を進めましょう。これね、早朝に収録してるんで、ちょっと呂律が回っていないというか、舌が、滑舌が回っていないというか、微妙な感じですけど、プレイの方はね、キレキレでやりたいと思います。まあ、爆撃機の一撃目で、確実に敵を、仕留めたいところですよね。敵艦、おお、ここにいるね。ここに対しては、そうだなぁ。第2艦隊で対処しましょう。まあもう攻撃隊がね、敵の航空基地に向かってるので、これは戻せない。敵の直縁の数が結構いるなぁ。一撃目で終わってくれれば、損害も最小限で済むんですけどね。さて、敵艦発見している。ここは敵の潜水艦の攻撃を受けたくないので、ちょっと避けましょう。かわしてくれよ。一発。一発で済んだ。一発で済んだなら御の字だ。で、一撃じゃ終わらなかったか。やってくれるな。OK だ。さあ、では、打ち合いを行っていきましょう。高速艦の方がね、さらに高速従順もいるので、確実に潰してってもらう。よし、かわした。全部かわしている。ここまで。何かが速度が落ちてるね。こいつだな。高速従順1個が離脱させましょう。足のとろいやつは残しておくと、ろくなことがないので。最大戦速で敵を追い散らす。さらに、敵のね、アメリカ軍の艦隊がまだ見つけられていないので、アメリカ軍の艦隊を発見しましょう。
で、敵の小型艦、主にイギリス軍の艦隊を潰したら潜水艦隊も投入したいので、そろそろ潜水艦隊も投入していきます。さあ、仕留めていくぞ。この魚雷の数よ、かわせるか。しかも追尾魚雷になってますからね、すでに。よし、まずは敵の一個艦隊は壊滅させたと言って良さそうですね。では空母艦載機の方は、おっと、微妙に残っちゃってんのが、いや、ほんともったいないな、これは。待ってもしょうがない。潰しに行きましょう。で、アメリカ軍の艦隊を発見。ちょっと遅かったな。できればアメリカ軍の艦隊を潰したかったですが、アメリカ軍の艦隊には、第二艦隊をこのまま突入させましょう。了解。距離がちょっとあるのか気になるけどね。さあ、第2艦隊の方を差し向けていきます。で、もう傷ついているものに関しては撤退させていきましょう。大破しているものは撤退。傷ついたアメリカ軍の艦隊だからね。これは高速従順艦隊の餌食となってもらおう。まずは敵の空母を最優先で狙う。うお、戦艦がいるのか。戦艦がいるときついよな。了解。敵空母撃沈。撃て。ここは敵の戦艦を最優先の方が良さそうだね。戦艦の火力はさすがのものがある。見ている。ただ今は火力を使いたいので、大破したものもそのまま使い続けましょう。こらえてくれ。いや、戦艦の火力、恐るべきものがあるな。ちょっと高速艦のね、利点が活かしきれないぐらいに速度が落とされてますね。36ノットに今落ちてます。よし、これで敵の艦隊は無力化できたんじゃないか。傷ついたものは撤退させていきます。ちょっとでも艦隊戦力を温存したいですからね。撤退します。撤退します。了解。了解。ちょっと待ってくれ。第一艦隊は何している。あんなところで艦隊と打ち合うなんて馬鹿げてる。干渉モードが一転して危ない感じになってるな。第一艦隊何している。第一艦隊は早々に逃走してもらわないといけないのに。第2艦隊の残存兵力で間に割って入りましょう。
ちょっと待ってくれ。あまりにも、かすすぎる。第二艦隊が急いで間に割って入らないと、空母が傷つくとね、全くもってろくなことにならないので。間に合ってくれ。うわ、空母が、空母がやられるぞ。間に合ってくれ、なんとか。なんとか間に合ったけど、なんか微妙な戦いしてくれたな、空母の方は。まあ、任せちゃったというのはもちろんあるんですけどね。よし、敵の艦隊はほぼ壊滅させたね。新たに現れたのが、おそらく残存していた艦隊だと思われます。これも空母がやられるとろくなことにならないので、空母を守りましょう。これ敵の空母仕留められるか？あとは爆撃隊を送っていきます。よし、敵艦撃沈。いやー、攻撃機ばっかりになってるから、ちょっと火力が出てないね。夜のうちに近づいて敵の基地を一つ破壊しましょう。爆撃機が入っている天城の方が大破してるからね。まあ、実際の戦闘だったらね、天城の甲板が使えなくなったら、きっと、巡洋の方の甲板を使って離発着できるような運用をしたりするんでしょう。で、ゲーム上ではそういうことはできないので、ちなみに空母戦機だとね、そういうことはできます。これは空母戦機ではないので、残念ながらそういう運用はできないんですが、戦力が、まあ、爆撃能力で言うと4分の1ぐらいにやっぱり減ってしまっている感じはありますね。天城の方が爆撃機が75機とかそんくらいでしたよね。で、一方、巡洋の方は15機。代わりに攻撃機を55機搭載してたので、攻撃機の方が、どうしても爆撃能力はちょっと劣る部分はあります。さあ、第2波、かけましょう。これで、仕留める。40ノットに速力が回復してるね。もう10巡しか残っていないので、10巡、5隻の火力を活かして、なんとか早々に、仕留めたい。
よし、敵の大砲は大破させたので、あとはもう止まって、ガンガン撃ち込みましょう。よし、敵の飛行場開始したので、最後の敵の飛行場を狙っていきます。で、空母。巡洋の方は、どこにいる？空母、巡洋。この艦載機を使いたいので、進出していきましょう。ちょっとさすがに距離が届かないね。なので、距離的には、この辺ぐらいまで近づいた方が良さそうですね。爆撃機が32。雷撃が16。第二飛行場はそれなりの戦力があるね。となると、護衛艦から、いやー、厳しいものがあるな。そうは言っても。青葉は撤退させた方がいいね。2隻、従順1隻、軽順1隻で、敵の航空基地攻撃に向かいましょう。まあ、艦砲射撃にはね、いかにも火力不足な感じがあるので、やっぱり空母艦載機を使う必要がありそうです。なので、空母も全速力で、当該中域へ向かいましょう。まあ、夜まで待って夜から攻撃の方がいいかな。タイミング的にはちょうど夜になると思います。しかもちょうど雨が降ってきてくれるというスーパーナイスなタイミングだな。では第2艦隊の方は砲撃を開始しましょう。いや、低速すぎるな、さすがに空母。まあ、低速なものの搭載数を増やして、必要鉄鋼数を抑えるっていうコンセプトで作ってるので、まあ、それ自体何ら、まあ、おかしい部分はないものにはなってるんですけど、いかにも足が遅い。これで全速力だからね。まあ、本来20ノット出るものが15ノットしかね、今出てないという状況ではありますが。それにしたって火力不足だよな。まあ、高速艦隊がやっぱり活躍してくれた分、なんとか空母が守られたかなって感じですね。本来だったら空母無傷でね、勝てた戦いだったんじゃないかなと思う点が少し残念ですね。まあ、空母戦一旦委任して放置して高速艦隊の指揮を取ってる間にまさかね、敵の艦隊にあそこまで接近されてるとは思わなかった。まあただ、空母はね、撃沈されなかっただけよしとしましょう。敵の艦隊飛行場壊滅させています。味方の損害確認します。喪失艦だけ見ていきましょう。まずは、高速従順が1隻。さらに、高速軽順が1、2、3隻撃沈されています。ただ、潜水艦は、全艦健在、無傷。で、まあ、過労死てということになりますが、天城、天城ですね。天城と巡洋は生き残ってます。爆撃機の数の喪失が16。雷撃機の喪失が16ということですね。直縁は守られていて、護衛機を少し増やさないといけないかな。というところです。さあ、そしたら、パラオーキ攻略に向けて戦力をちょっと回復させる必要があるので、
大破してしまった第一艦隊の空母たちを一度マラッカ、シンガポールのドックに入れましょう。第四艦隊もね、一度これはインド洋のドックに入れましょうか。で、第16艦隊。待って、第4艦隊と第16艦隊入れ、で、一隻、重武装系巡を配備して、その上で、潜水艦隊は、セレベスか、レイテか、まあ、セレベスだな。セレベスに入れて、次の目標、パラオ機攻略に向けて作戦を考えていきましょう。はい。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回以降でパラオ機攻略してですね、なんとか、防衛ラインを押し上げていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。